FM 横浜 EK Radio。 シングの夜のチュースデイ。 FM 横浜 EK Radio、 シングの夜のチュースデイ。 こんにちは、クロスチンのシンです。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテイメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問はシン君、子供の頃雪でどんな遊びをしましたかです。僕はですね、小さい頃はやっぱ雪だるまを作ることが好きでした。雪がたくさん降ってそれで雪だるまを作ってこう家で服とかそういうボタンとか持ってきて目とか作ったり、可愛くこう飾るのが好きかな、好きだったかなと思います。ウィン君は雪の日に今は何をして遊んでますか？最近もなんかやっぱ雪が降ると子供の頃に戻った気分になって、雪が降るのって本当好きなんですよね。だからこう冬って言えば雪がこう来たら心がピュアになる感じがして、僕はすごい雪が好きなんです。皆さんはどうですか？冬に風邪ひかないように暖かくして、元気で過ごしましょう。はい、この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。しんくんが、チェックしてるのでぜひぜひブログをチェックしてください。はい、さて今週はですね、2月になりましたので1980年代の韓国の歌謡曲を紹介したいと思います。今週の曲をたくさん楽しみにしてきてください。はい、それでは聞いてください。ハムジュが풍문으로들었소。が풍문으로들었소でした。クロスチンの추억。クロスチンの추억、皆さんのクロスチンの思い出を紹介します。ラジオネーム、しんくんが大好きなひろがじさん。一番の思い出は、ラブ&ピースのリリーベです。オリコン1位にしたくて、たくさん CD を購入し、いろいろなところに行きました。ちょうど誕生日の日にリリーベがあり、メンバーからお祝いの言葉をもらいました。それとしんくんのサインが欲しかったのですが、ピンポン玉を弾かなきゃいけなくて、なかなか当たらなかったことです。
最終日はビーナスポートだったのですが、最後の最後にシン君を弾くことができてとっても嬉しかったです。クロスに出会えたおかげでいろんな人をと友達になれたのも大切な宝です。好きな曲はミラクルです。メンバーの思いが伝わってきてライブの度に泣いてしまいます。早くまたライブ見たいです。はい、はー、リリーベの時の思い出ですか。僕もラブ&ピースって言えばやっぱいろんなところに、仙台から熊本までこう全国、プロモーションしたことをすごい覚えてますが、本当にたくさんのファンの方々が、もちろん各地のそのファンの方々もこう待っていてくれたんですけど、その時にこうやっぱ全国を一緒にこう回ってくれる、一緒にこう一周をしてくれたファンの方々もいたので、すごいありがたいなっていう気持ちでした。僕はこうそのプロモーションをしながら、日本の本当にこうまだ全然行けてないところも、いたんですけど、それがすごい楽しくて、そこでまたクロスチンのことを皆さんに紹介することができてすごい楽しかった思い出があります。なんかやっぱこうなんて言うんだろう、仙台ではラジオをやったことを覚えてるし、熊本ではその映像を撮るからこう階段をたくさん登る、あの山を登ることとか、本当にこう博多ラーメンを食べたこととか、本当にいろんなことがあったと思うんですけど、そういう思い出があるからこそ今僕がいるんじゃないかなと、いつも思います。ぜひ皆さんといつかこう全国プロモーションをまたして、一緒に全国を回って、こう紹介したいなと思います。その時はぜひよろしくお願いします。それではしんくんが大大大好きなひろがじさんからのリクエスト曲です。クロスチンでミラクル。好きだけど。
you want it, 100 kisses, I got them all. And you know that, baby, this world my miracle, my number one, only one. たとえどこにいても I believe, so I believe. 今あるこの全て miracle. You're my miracle, 僕にとっての奇跡。お送りしたのはクロスチンでミラクルでした。チンくん、韓国語ガレチョジュセヨ。ここではチンくんが韓国語を教えちゃいます。今回は家族にまつわる韓国語を教えます。まずお父さんはアッパ、アッパ。もっとこう敬語で言うときはアボジ、アボジ。まずアッパから言ってみましょう。アッパーマネー。もっと敬語に言うときはアボジマネー。はい、よくできました。お母さん、お母さんはオンマ、オンマ。もっとこう敬語に言うときはオモニ、オモニ。で、じゃあオンマから真似してみましょう。オンマ、マネ。はい、次は、おもに、まね。はい、よくできました。次は、兄です。兄は、弟が呼ぶときと妹が呼ぶときが違います。弟が呼ぶときは、ひょん、ひょん。妹が呼ぶときは、おっぱ、おっぱです。まず、ひょんから真似してみましょう。ひょん、まね。次は妹が呼ぶとき、おっぱ、マネ。はい。次は姉です。姉は弟が呼ぶときは、ドゥナ、ドゥナ。妹が呼ぶときは、オンニ、オンニ。まず、ドゥナから行きましょう。ドゥナ、マネ。はい。オンニ行きましょう。オンニ、マネ。はい。家族ではなくても、こう、ヒョンとか、オッパとか、ドゥナとか、オンニは、こう、芸能人とか、こう、仲良しな友達の、お兄ちゃんとか、にもよく使う言葉です。なので、もし、シンくんより年下の方が、シンくんに会った時に、オッパ、ヒョンっていうのは、OK です。なぜなら、僕たちは、こう、仲良しだからです。だから家族じゃなくても、ヒョン、オッパ、ヌナ、オンニって呼ぶことはいつでも大丈夫っていうこと。本当にこう、年の上の方に会った時は使うことでもあるので覚えた方がいいと思います。そして弟は、ナムドンセン。ナムドンセン。マネ。弟がいますか？じゃあ覚えてくださいね。ナムドンセン。妹は、ヨドンセン。ヨドンセン。マネー。はい、よくできました。そして、おじいちゃん。おじいちゃんは、ハラボジ。ハラボジ。ちょっと長いね。マネー。はい、できました。おばあちゃんは、ハルモニー。ハルモニー。マネー。はい、よくできました。今日はちょっといろいろありましたね。たくさん呼び方があって。じゃあ最初から復習して、このコーナーを締めくくりたいと思います。まず、お父さんはアッパ、それともアボジ。お母さんはオンマ、それとオモニ。兄は
弟が呼ぶときはヒョン、妹が呼ぶときはオッパ、姉は弟が呼ぶときはドゥナ、妹が呼ぶときはオンニ。弟は남동생、妹は여동생。おじいちゃんは할아버지、おばあちゃんは할머니。はい、今日もよくできました。100点満点です。次の曲に行きたいと思います。次の曲は변진섭너에게로또다시。お送りしたのはペンジンソプドエゲロットダシでした。パンチャクパンチャンニュース。ここで韓国の情報を伝えます。韓国ドラマでよく自動販売機で紙コップでコーヒーを飲んでいますが、どんな種類のコーヒーがあるんですか、あと値段はいくらですか。ちなみに日本はカフェオレ、ココア、抹茶オレなどあります。これはしんじちゃんに聞いてみましょう。しんじちゃん。
韓国の自動販売機はね、コーヒーを売ってるんだよ。コーヒーはインスタントコーヒーを売っていて、ちっちゃいコップで温かいのものしか出ないから、種類は少ないけど、最近は韓国の内でもこうカフェが増えてきたので、自動販売機のコーヒーを売ってるものも少なっているよ。でもたまに甘いものインスタントコーヒーが飲みたい時は自動販売機で飲むじゃ。そうです、シンジちゃんが言った通りに、韓国の自動販売機のコーヒーにはインスタントコーヒー1種類があります。そこにこう砂糖を入れるか、入れないか、それか、クリームを入れるか入れないかぐらいかな。種類は少ないんですけど、値段は30円ぐらいで、300ウォン、300ウォンぐらいで本当に安く楽しめます。なのでもしこう韓国の旅の途中に疲れて、甘いものが飲みたい、でも温かいものも飲みたいって思う時は、ぜひ韓国のコーヒー自動販売機で、ミルクコーヒーって書いてるんですけど、それをぜひ飲んでみてくださいね。はい、じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲はイソニチェイエゲ。
お送りしたのはイサニーチェイエゲでした。 FM 横浜 EK Radio クロスチンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio シンくんのゆるのチューステイ、いかがでしたか。ここで100の質問に答えます。アニメ、鬼滅の刃で好きなキャラクターは、その理由はっていうことなんですけど、僕やっぱ何回も見たんですけど、好きなキャラクターを選べられないくらい、もう全てのキャラクターが特徴がありまして、みんな好きかなと思います。でもやっぱ最後までこう応援しちゃうのは禰豆子かなと、思います。はい。でも全てのキャラクターが本当に好きで、すごい楽しい、すごいアニメだと思います。すごい作品だったとは思います。皆さんもまだ読んでない方はぜひ読んでみてください。さあ、ここで明日担当のハヤトくんに僕から質問します。ハヤトくん、自動販売機で何を買いますか。それでは最後はシンくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。この宇宙で一番輝いているのは、この番組を聞いている今、君だよ。 FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチューステイ、クロスジンのシンでした。アンニョーン。